皆さん、こんにちは。エクステリアのパーツ名称をすべて知っていますか？日頃使っているけど、エクステリアのパーツ名称は知らないという方も多いはず。また、エクステリアのパーツ名称について知らないと、故障時には苦労することもあります。そこで今回は、車両前面のパーツ名をご紹介します。1、エンブレム。メーカー名や社名などをデザインしてマークしたものです。イニシャルや動物などメーカーによって大きく形は異なり、デザインの自由度が高いパーツの一つです。2、ラジエーターグリル。エンジン冷却用の空気取り入れ口です。かつて金網が使用されていた名残で、現在もグリルと呼ばれています。一般的には、ラジエーターグリルや、フロントグリルと呼ばれます。車の顔となる部分であり、自動車メーカーそれぞれ、個性的なデザインの、グリルを搭載しています。3、ヘッドライト。照明装置で、ドライバー前方を、照射する役割と、自社の存在を、周囲に知らせる役割を合わせ持っています。最近は LED タイプのヘッドライトが増えており、ハイビーム、ロービームが自動で切り替わるものもあります。4、フロントガラス。前方の雨や風から乗員を保護するために貼られたガラスです。一般的な車のフロントガラスの厚さは約4ミリです。5、ルーフ。車の屋根に当たる部分です。ルーフ部が開閉するサンルーフもあります。6、ワイパー。フロントガラスについており、水滴から視界を確保するためのパーツです。7、ドアミラー。左右のフロントドアに取り付けられたアウターミラーです。一般的には、ドアミラーやサイドミラーと呼ばれています。タクシーに搭載されているフェンダー先端に取り付けられたミラーは、フェンダーミラーと呼ばれています。また、方向指示機能を備えたものなどもあります。8、ボンネット。エンジンルームを覆う蓋です。エンジンフードとも呼ばれます。9、フロントバンパー。車のフロント先端にあるパーツで、衝突時の車体、乗員、積み荷への衝撃を緩和するためのパーツです。10、ナンバープレート。自動車の種別や用途、一連指定番号、車両番号などが記された金属板です。フロントナンバープレート、リアナンバープレートと区別して呼ぶこともあります。最近では特別仕様ナンバープレートなども登場しています。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。